実際僕4人の中で銀行の普通預金多分残高一番少ないと思います。貯金した方がいいに決まってるじゃないですか。人生は有限なんです。基本自分って大したことないんで、人に投資をするべきんじゃないかなって僕は。1930年代ぐらいから郵便貯金とかそういうものがすごく、なんでこんなにキャンペーンをやったかっていうと、戦費の調達のためなんですよ。国民から調達してたんですね。だから貯金はいいことだっていう。1940年体制とかって言ったりするんですけど、今にまでずっと影響を及ぼしているような制度って、大体その戦時体制の準備の時にできた制度が多いんですね。それ最たるものが、郵便貯金。だから僕は子供の頃ね、郵便局の人がお年玉が出た直後ぐらいに貯金袋みたいなの持って、貯金しなさいって来てましたからね。だからそれは国策なんですね。国の産業を維持するためにこれはいいことなんだよっていうキャンペーンをやるんですよ。だから今の皆さんが貯金をするっていう考え方、貯金は当たり前でしょっていう考え方は、ほぼその戦費調達、太平洋戦争の戦費調達のための郵便貯金が多分元になってます。だから要は僕たちは貯金してるっていうのは銀行に金を貸してるようなもんですよ。今超低金利時代じゃないですか。0.01% とかで銀行に貸してるんですよ、僕たちお金を。バカみたいな話じゃないですか。だったら自分で事業とかやった方がいいんですよ。自分で商売やった方が全然利回りいいから。なんと言っても、はい、借金ってチャランできますからね。もう今は普通に制度としてあるわけですよ。自己破産したりとか、会社だったら民事再生法とか会社構成法ってのがあって倒産したりとかできるんですよ。そしたら借金チャランなんですよ。もちろん、チャラにした後、ちょっとその銀行のカードが作れない、借金ができないとか、ペナルティーはつくんだけど、別にその人権を奪われるわけでもなく、普通の市民生活はできるし、必要最低限のお金は、現金は残せるんですね。別に失敗してもゼロに戻るわけなんですよ。だから借金した方がいいんですよ。借金は悪だっていうのは絶対その頃に作られた道徳です。国が作り出した道徳です。手持ちのお金がいいっす。100万円だったとして、1000万で会社を作って、初年度500万円の利益が出たら5倍じゃないですか。そうですね。元手の5倍になるわけですよ。なってますね。100万円銀行に預けても、101万円にすらなんないんですよ。1年経って。バカバカしいったらありゃしないんですよ。借金した方がいいに決まってるじゃないですか。人生は有限なんです。よく言うじゃないですか。なんか夢を叶えるために貯金しようみたいなこと言うんだけど、5年間、貯金しました。1000万貯金できました。なんか始めようっていうのと、今100万しかないけど900万借りて1000万の仕事始めようって、5年得するわけじゃないですか。5年間でやれることっていっぱいありますよね。特に若ければ若いほど。体ね、元気だし、自由聞くし、20代の5年間と40代の5年間全然違いますから、ね。まあそうですね。でもね、こういう話をすると怒られるんですよね。お金だけが重要じゃないですけど、運用も大事じゃないですか。若い人に何勧めます？堀江さん、どういうふうにお金をちゃんと増やしていけばいいっていうふうに勧めます？いや、俺はお金を別に増やさなくていい派です。増やさなくていい。そういうこと。社会的信用を増やしていく派ですね。実際僕、マジでこの4人の中で銀行の普通預金多分残高一番少ないと思います。これめちゃくちゃ自信ある。5万円ぐらいですか？数百万ぐらい。数百万ぐらい、1000万いかないです。あ、全部投資してるわけですよね。はい、もうフルベッドです。投資って言ってもあれですよ、いわゆるその上場株とか保険とか不動産とかそういうもの全くないですよ。ベンチャー企業を経営してるだけです。フローの収入はもちろんありますけど、フローってキャッシュローのフローね。それはもちろんあるにせよ、僕はどちらかというと社会的信用を上げていく方に投資をする方が僕はリーズナブルだと思って、私は20代の方々は資産運用を焦ってやる必要はないと思ってるんですね。ですか。というのもですね、自分自身にこう投資をした方が新しいことに挑戦したり、バックパッカーで世界一周旅行をしたり、あるいは英語を勉強したりとか、そういう自分自身に対する投資ってこう何倍何十倍にもなって返ってくるじゃないですか。で、資産運用をしても多分ですね、年平均で 4% から 6% ぐらいでしか増えていかないんですよ。だったら自分に投資をした方が絶対いいですよね。それは社会的な信用を築いていくっていう、こう時間の使い方とかお金の使い方も含めて自分自身に投資をすることを20代は最優先。僕ね、ちょっとトラディショナルだと思うんですよ。トラディショナルだと思う。なんかね、自分に投資するんじゃなくて、周りにいる有能そうなやつに買った方が僕はいいと、人を働かせた方がいいと。基本自分って大したことないんで、自分に投資をするんじゃなくて人に投資をするべきんじゃないかなって僕は思ってます。助けてもらえたりもするし、お前ちょっと有能だから会社作ればいいじゃんとか焚きつけたりとか、みたいなことですよ。みんなで有能な人を集めて投資をする、中国の家族みたいですよね。別に血縁はいい
にいらないんだけど知り合いですごそうなやつがいたらそいつに寄ってたかって投資をする方が僕は全然いいと思う。自分に投資をするってやっぱちょっと違うかなと思っていて、自分が優秀じゃなかった時に自分に投資しても収益率低いですもんね。そうなのよ。ですよね。だから英語なんか喋れなくていいと思うんですよ。喋れるやつ山のようにいるから、彼らをハイヤーした方が全然よくて、だから意外とハイヤーした方がいいことって多くて、弁護士とか、弁護士をやるために自分であの弁護士資格を取るとか、めちゃくちゃ効率悪いじゃないですか。僕だから結構使ってますよ。逆にお金で買えるものなんか買っちまえみたいな、ほとんどのことが買えるから。実際にはでもそれ結局最初に投資してるじゃないですか、こう友達に投資をする、弁護士をやったりとか。多くの場合はまず自分の収入を増やすために何とかしてやっていかないといけないんですよ。いや自分の収入とかそんなに増えなくてもいいんじゃないですか。いやでも増えないとそもそも投資できないんで。いやそんなことないと思うけどな。そんなことないと思いますけどね。日本の平均収入ってですね、まあ、正社員と正社員じゃないからで全然また開きがあって、で結構生活ギリギリの人たちも多いんですよ。でおそらく正社員の占める割合も多分将来的にはもう過半数切っていくと思うんですね。でそうなった時にこう自分がどうやってこう稼いでいくか、家族を養っていくかっていうのは結構シリアスな問題になって、僕ね、あともう一つは家族を養うとかっていう概念も一から考え直した方がいいと思うんですよ。そもそも家族養う必要あんの？だから家族作んなきゃいいじゃん。作りたい人は作ればいいんですよ、でも僕は周りに流されて作ってる人は結構多いんじゃないかなと思ってます。だから要は家とか車とか配偶者とか子供とかってめちゃくちゃ金かかるじゃないですか。それ僕人生でお金がかかる4つのことって言ってるんですけど、家、車、配偶者、子供、これで2億円ぐらいかかってるんですよ大体みんな。で2億円僕これ全部ないんですよ。昔子供作ったんでちょっとだけ子供の養育費とかもうずっと払ってきたんだけど、もうあと1年で終わっちゃうんですね。それもなのでもう何もないんですよ。2億円がもう宙にボーンといくわけですよ。全然投資できますよね、2億円もあれば。余裕ですよ、余裕。もちろん俺は家欲しいんだとか子供欲しいんだとか、みんなそれぞれあると思うけど、これ4つ全部欲しい人そんないるのかなと思ってます、自己投資をして、トップライン上げることにみんな結構こう注目をするんだけど、僕は経費を減らす方が利益は上がるんで、意外とみんな経費節減ってやんないですよ、費用を削った方が絶対利益って出やすいんで。トップラインってやっぱそれだけ必要経費もかかっちゃうから、僕はこういう時代だからこそ無駄なものはにはお金を使わない、それをだから世の中にただただ雰囲気で30歳になったらもう結婚しなきゃいけないんじゃないかとか、そういうふうに思い込んじゃってるマインドこそ僕は問題だと思う。一家の主とかっていうなんか発想自体が苦しめてるのかもしれないですね。自分が大黒柱で家族みんな支えなきゃいけないと、そんなに2000万足りなかったらどうしようとか、みんなそれで恐怖に落ちるんでしょうね、変な労働基準法とかがあって、昔のね児童虐待的な工場労働とかをやめさせるためにできてる法律がね、例えばじゃあ中学生で YouTuber だとかっていうと、子供を働かせてひどい親だみたいに言われるんだけど、多分子供は喜んでやってるわけですよ。喜んで何十万も月稼いでるやつとかいたりとかするんだけど、それを児童虐待だとか言いそうじゃん。法規制とか慣習とかみんなの考え方が時代に合わなくなってきてるんですよね。時代の変化があまりにも早いから。いや分かるんですよ、おっしゃってること分かった上で、でも今の時代はこうだよっていう話を僕はしたかったんですよね、なるべくこう誰でもこうできる方法も考えていった方がいいと思うんですよね。こう一部のこうすごい人たちをどう支えていくか、社会としてこうどうこう取り込んでいくかっても重要なんですけど、それ全員ができるわけでもないので、誰もができる方法とか生き方っていうものも考えていく必要はあるのかなとお話を聞いて思いました、どうですか？大丈夫です、大丈夫です、止まらなくなっちゃうね。